彩香からの情報だと、二人目の神の目を奪われた人って変領奉行の武士だったよな。うん、メガリレーをしていた武士。あ、こんな、おかしいぞ。天領奉行って将軍の管轄下にあるんだろ。稲妻の治安維持を任されてる。メガリレーもあいつらが執行してるはずだ。なんで自分たちの仲間に手を出してるんだ。うーん、わからない。ちょっと待て、あっちで何か騒ぎが起きてるぞ。行ってみよう。今月のお救い米、それを渡すかどうか聞いてるんだ。俺たちみんなそれを頼りに生きてんだぞ。納得のいく説明をしてもらうまで帰れると思うな。何度も言ったように、俺はお救い米なんてものは知らない。まだ嘘をつくか。命に関わる食料なんだ。お前たち武士に横領されるためのものじゃねえ。武士なら好き勝手できるってのかよ。天領奉行所に行って告発してやる。お救い米って誰だ。黒沢の仲間か。黒沢。いやいや、オイラたちはただの通りすがりだ。なんだか騒がしかったから何があったのか見に来たんだ。そうか、ちょうどよかった。お前たちからも何か言ってやってくれ。こいつは黒沢っていう武士で、幕府軍の人間だ。幕府軍はこの近くでお救い米を配っていて、こいつがその責任者でな。以前はこいつに会えばお救い米を分けてくれたのに、急にくれなくなったんだ。きっと欲に負けて食料を横領するつもりなんだよ。その食料がなきゃ俺たち飢え死にしちまうっていうのに。俺たちの気持ちは考えてくれないのか。昔は心優しいお方だと思ってたのに、どうやら他の武士と同じで悪人だったみたいだな。どうりで神の目も奪われるわけだ。雷電将軍もこんな奴に国を治める手助けをしてほしくないだろう。こいつが彩香の言ってたやつか。でもなんで彩香はこんな奴の手助けをオイラたちにさせようとしてるんだ。とりあえずこの黒沢って武士がどう思ってるのか聞いてみよう。何にいるのに。みんなが帰った後にっていうことですか。何がお救い米だ。そんなこと聞かされてない。あいつらがどこからそんな噂を聞いたか知らないが、きっとそれを使って俺をたかりに来たんだ。俺にお救い米があるとしたら、こんなに貧しいわけないだろう。笑えるぜ。俺も食べるものにありつけてないってのに。用がないならもう行ってくれ。まだやることがあるんだ。神を目を失ったって聞いたけど。確かにそれは本当のことだ。幕府軍にやつ、俺がメガリレーに対して不満を持ってるとか、仕事をサボってるとか、雷電将軍に忠実じゃないとか言って俺の神の目を押収しやがった。うん、おかしいな。お前もメガリレーの執行者だろ。なんでメガリレーに不満を抱いてるんだ。それは正直もう覚えてない。ただあの時は毎月何かをやっていたことだけは覚えてる。今はもうやる気すら起きないが、忘れただけならまだしも、心がなんかモヤモヤするんだ。誰かに借りがあるのにそれを思い出せないみたいな。お救い米と関係はあるのか。お救い米の横領なんてしてない。言っただろ、お救い米があったらこんな苦しい生活誰がするって言うんだ。それに俺の家はさっき放蕩団に強盗に入られたばかりだ。で、放蕩団を追っている途中、あいつらに止められたんだ。信じないって言うなら、放蕩団どもを懲らしめて俺の家にお救い米があったかどうか聞いてみるといいさ。嘘を言っているようには見えなかったな。でも確証はない。
やっぱり宝刀団のやつを捕まえて聞いてみよう。宝刀団が残した痕跡をたどれば見つけられるはずだ。まだ遠くに行ってないうちに早く追いかけようぜ。宝刀団どこら辺だ。ジョーリーはまあそんなに遠くないね。走っていける距離だ。宝刀団はどこだ。兄貴、今日はなかなかの収穫だったな。俺たちが行った武士たちの家、貧しかった一人を除けば他はみんな裕福でがっぽり稼げた。これくらいどうってことね。今日の成果は俺たちが億万長者になる一歩目に過ぎないんだからな。今日ここからお前たちを引き連れ、盗っ人の世界で偉業を成し、一躍有名になってやるぜ。それはいいことか。兄貴万歳。どうやらあいつらがオイラたちの探してる宝刀団みたいだな。懲らしめてやろうぜ。相手を間違えたら火を使うのか。ラッキー。地面に倒れてた。なんでこんな俺の金が、頑張って盗んできた俺たちの成果が。兄貴、なんとかしてくれ。そのいい身のこなしだな。宝刀団に入って俺たちと大事をなす気はないか。黒沢の家に強盗に入ったらしいけど。黒沢。ああ、覚えてるぜ。まさかあいつに言われてきたのか。くそ、なんてついてないんだ。あんな奴の家なんかによるんじゃなかったぜ。黒沢の家はどうだったんだよ。食料がたくさんあったんだろ。食料なもんねえよ。汚ねえ家の中だったぜ。そういえば一つだけ変わった箱があったな。変わった箱。きっと宝が入ってんだろう。他の奴らに見られたくなかったから戻ってから開けようと思ったんだが、そんな時にお前らに捕まっちまった。いっそこの箱で手を打つってのはどうだ。まだ少しは誠意が残ってるみたいだな。早く開けてみてくれ。あ、これは借用書。借用書。それにたくさんあるぞ。雑貨店の葵さんから借りたお金の借用書みたいだ。うわ、結構な大金だぞ。一体どういうことなんだろう。雑貨店に行って聞いてみようぜ。お前たちはもう行っていいぞ。もうこんなことやるなよ。へい、ありがとうございます。若頭。若頭。借用書で手を打てたってことは俺たち儲かったんじゃないか。早くつらかるぞ。借用書何があるんでしょう。雑貨屋か。飛んでくれば早かったな。本当何でもありなつくも物、何かお求めですか。それとも何か聞きたいことでもあるのでしょうか。この借用書黒沢さんのお友達でしたか。お客様は黒沢さんの代わりに借金を返しに来たのですか。いや、オイラたちはただこの借用書のことを知りたくて。黒沢さんはどうしてこんなにモラを借りたんだ。ここで何か貴重なものでも買ったのか。そうですね、黒沢さんは定期的にここで大量の食料を購入されています。上からの配給ではなく彼自身のモラで。しかし近頃は
食料も値段が上がり、黒沢さん自身の俸禄では足りなくなったのでしょう。その時から借用書でモラを借りながら、以前と同じ量の食料を交換するようになりました。お救い米ってそういう経緯だったんだな。でもなんで昔と同じ量を買ってたんだ？食料の値段が上がったんなら少なめに買えばいいだろう。考えてもみてください。お救い米を受け取りに行く人々は、その食料がどれほどの期間持つか事前に考えておくのが普通ですよね。昼夜問わず綿密な計画をしたにもかかわらず、手に入ったのが予想より少なかったら、きっとがっかりするでしょう。黒沢さんはそういう思いをさせたくなかったんだと思います。人々の気持ちを大事に思い、借金をしてでも以前と同じ量の食料を変えてきたのです。過去に渡してきた食料は黒沢さんが全部自分で買ったものだったのか。なるほど。なのに周囲の人から感謝されるどころかずっと責められて。人の態度は自身の置かれている状況によって変わるものです。生きるということに関して、ほとんどの人は他のことに気を回す余裕がなくなります。私からすれば、黒沢さんがお救い米の出所を最初から話していれば、このような面倒事も減っていたと思います。もちろん減るだけですが、彼がしたことは花から骨折り損のくたびれ儲けです。彼がどうしてお金を払ってお救い米を買ったのか、どうしてそれを公表して感謝されることをしなかったのか、私にも分かりません。もし気になるのでしたら、黒沢さんに直接聞いてみてはいかがでしょう。彼自身も覚えていない。ああ、そういえば彼は神の目を押収されたばかりでしたね。それは厄介ですね。もし借金を返せないのでしたら、彼が大事にしていた刀を売るしかないかもしれません。刀？なんだそれ。黒沢さんから聞いていませんか？一年中身につけているほど彼には大事な刀があるんです。私も昔彼にその刀の来歴を聞いたのですが、これは父から譲り受けたもので、どんな高値でも売らないとだけ言われました。当時は少し残念に思ったほどです。何せ私はこの世の万物は値段で測ることができ、相応のモラを払えば何でも買えると思っていましたので。なるほど。黒沢さんに刀の事情を聞いてみてください。あなた方の探している答えはその刀にあるかもしれません。もちろんその前にこちらでのお会計を済ませてくださいね。でもオイラたち何も買ってないぞ。了解。情報も売り物の一つ。そうでしょ、ね、まあ確かに黒沢さんの情報は高くはつきませんね。特別秘密にしてくれとも言われていませんし。そうですね、2000モラでどうでしょう。それぐらいだったら払えるか。少なくともお救い米の事情が分かったんだ。それと黒沢さんがずっと持ってる刀のことも本人に聞いてみよう。何か思い出すかもしれない。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは DM 実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは